ああそうですか。もうね、久しぶりのライブでね、いろいろやってますけど、ちょっと前にね、鹿児島でねライブやった時なんかね、多分デパートのね、デパートさんでしたけどね、あの時もね、確かに45分のステージをね、もうね喋り倒してね、3曲しかしなかったね。本当に喋りすぎて、最初やってで、ちょっと高校野球でね、鹿児島実業が勝ってたんだよ。鹿児島実業が勝ってさとかで、わーちょっと盛り上がっちゃって気持ちよくなって、わー喋ってたら、ふって聞いたら、15分ぐらい喋ってんねーって、またやったので、5分だから、これでもう大体20何分、30分ぐらい終わってんだ。過ぎてるんです。で、終わってから、ほんでさーって言ってまた喋ったらさ、さ次は最後の曲になりますとか。本当に百貨店ですね、ちょうどあったんだよ。お笑い芸人呼んだんじゃないんですよって言われて、めちゃめちゃ怒られて。面白いけどないよね。で、お笑い芸人読んだんじゃないんですって言えたら、カオラの読んだらあかんの。僕は昔あの神戸の川田先生というね、重鎮のハニーアイランダー、大橋哲夫とハニーアイランダーズというね、そのバンドのもう 大ベテランの方にね、コウスケお前はな、ハワイアン界のドリフターズを目指せと。でも世代が分からなくてね、屋敷隆人さんのコンサートに行ったら、あ、これだと。屋敷隆人の、そうやって、屋敷隆人さんがパッと3曲ぐらい歌ってみ、あれ、今日調子悪いんかなと思い始めた。ちょっと喋ってはんねん。歌う間に喋るのちゃうで、ね、喋る間に歌うもんか。そういうこと。逆に喋ってる間に歌いはるから。素晴らしい歌声ですけどね、屋敷隆人さん。2時間で多分5曲ぐらいしか歌えへんじゃん。目指していこう。さあ、ナンバーはハワイの素晴らしさを歌っている曲でお届けしましょう。この取り巻く、そのハワイを取り巻く島々、それはとても美しい島ばっかりなんです。例えばカウアイ島は緑豊かで、オアフ島は人がいっぱい集まって賑やかで、マウイ島はなんだか谷間の島で涼しい風が心地よく流れてくる。そしてハワイは何といってもまだ活動している火山、エネルギーを感じる島なんですね。上から下まで全部が素晴らしい、ハワイ、それを歌っている曲でお届けしましょう。ハワイカマホI'm not afraid of the dark.
から6日間からスタートなんですよ。なのでね、涼しくなりましたし、美味しいものもいっぱい食べたいし、なんかね、頑張ってほしいんで、ね、2年ぶり、3年ぶり3年ぶりだと思います。あそこにはキクちゃんもいるし、ハワイアンジュエリーだね、キクちゃんのね、素敵なジュエリーいっぱいありますよ。キクちゃんとかもいるし、みんななんか帰ってきたって感じがするよね。そうだ、もう日本で唯一あそこしか食べられないとっても美味しいハンバーガーなので、ショーはハワイに住んでるもんな。ハワイのこといっぱい教えてくれますか。ぜひブリスバーガーに行ってください。あいつブリスバーガーやってからゴルフ全然付き合ってくれる。あ、はい、そして僕たちのスポンサーであるアロハスタンダードもあそこにいます。ぜひね、ウィンドウショッピングでもいいですか。ぜひぐーっと物を見回って、よければお買い物して帰ってください。そして本日は近鉄百貨店にお越しいただきまして誠にありがとうございます。この後もステージ、そしてショッピングまだまだやってますのでお楽しみください。よろしくお願いします。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。アウォー。